14日に行われた欧州陸上選手権の男子 3000m 障害決勝でフランスのマイディーヌ・メキシベナバがゴールを前にランニングシャツを脱いだため金メダルを剥奪された3連覇をほぼ確実にする中最後のホームストレートに入ったメキシベナバはランニングシャツを脱ぐとそれを口にくわえ上半身裸で観客に称賛を求めながら 8分25秒30の記録でフィニッシュし、完勝を飾った。しかしながら、29歳のメキシベナバは、国際陸上競技連盟の競技規則、第143条8項の、ナンバーカード、ゼッケンはいかなる方法でも見えなくしてはならないという規定に違反した。世界選手権で2度銅メダルを獲得しているメキシベナバは、当初警告を受けたのみだったが、 スペイン代表団が異議を申し立てるとこれが支持されフランス代表団からの抗議は却下されたこれによりメキシベナバのメダルが剥奪され2位以下の選手の順位がそれぞれ1つずつ上がったメキシベナバは喜んでいてランニングシャツを脱いでしまった勝利に歓喜していた連覇に満足していたんだ それで警告を受けるなんて思ってもいなかったとコメントした。